ですね、この度そのアフターモダリティという本を今お話をしてた花田さんが編集で企画をして、その中で、僕とその先崎さんに話が来たと、でそれで書いたということになるわけですが、ですからその何て言うんでしょうね、温めてたそのモチーフではあったんですが、それをこう書く機会をいただけたというのが、この度大変ありがたかったと。でまさに温めてたのが小林秀夫のことだったと。でこの温め方というのは実はその現代そのものをこう見るときに小林秀夫の目線、あるいは小林秀夫が生きた昭和初年代ということを参照すると非常にものが見えやすくなるんではないかということをずっと考えてたんですね。でそれをこの度その、明治から簡単に対象、そして昭和初年代に特にこう注目しながら、それがなぜ現代とそれが通じているのかということを書きました。でもちろんそれが単にその昭和初年代と現在が通じているというだけで意味があるかというとそうではないので、それにどう対処するべきなのか、いやべきなのかといった瞬間にちょっと違うんですね。つまりどういうふうに姿勢を取ることが我々にとってある充実と幸福を与えるのか、そのことだけを考えて、小林秀夫の出したある種の答え、答えというよりは態度と言ってもいいかもしれませんが、そういったものを参照したいと思ってこの度のアフターモダリティを書いたということです。で、これちょっとこう今内容をですね詳細に語るわけにはいかないので、これから柴山先生とお話しする中でそれが出てくればいいかなと思ってます。で実際それさっきもお話になったんですけど、柴山さんと僕との関係ですね、知ってる方もいらっしゃるかもしれませんけど、一度ではないんですが「表現者」という雑誌がありまして、西部先生が顧問の表現者と雑誌、それに一度保守ということを問題として、座談会をしたと。その時に一回柴山さんと会ったんですね。でその時の印象はですね、最初ですから、非常に優秀な経済学者がそちらの方にいるというような印象しか実はなかった。でその後数回座談会なんかでこうお目にかかることがあって、確かあれはだから西部先生と朝の2時ぐらいまで飲んで、その後に西部先生帰られて、でその後僕と柴山さんだけ残されて、これがどうするかということを新宿で悩んでたっていうじゃあそこのよくわかんない居酒屋に行こうとって言って、そういうこともあるもんだなと思って柴山さんと一緒に行ったんですが、そこで経済学でしかもなんていう社会科学の柴山さんと僕でどういう話ができるのだろうと思って行ったら、話が合う、で合うというかなぜかこう通じるわけですね。でその通じるその感覚を持ってたんで、この度そのアフターモダリティのトークセッションをしようという話が決まった時に、だったらもう柴山さんでしょうということで今日はお願いして、わざわざ京都からお越しいただいたということです。ありがとうございました。でちょっとじゃあアフターモダリティというこの本、今ちょっと僕の方から言いましたけども、柴山さんの方からちょっとご感想なんかありましたか？わかりました。はい柴山です。私はですね、今経済学者というふうにご紹介いただいたんですが、多分そういうと普通の経済学者は怒ってくるんじゃないかとなんであいつは経済学者なんだと思って、私は、その広い意味では経済学をやっているんですが、いわゆるそのエコノミストとか経済学というものではなくて、政治経済社会を広く論じるような活動ですよね。だから自分の専門が何かって言われて答えにくいっていうのがあって、でただ一方でもともとの狭い専門は経済思想史っていうんですかね、アダム・スミスに始まって、現代はケインズであるとか、ハイエクであるとかっていった、経済について大きな考え方を残した人のテクストを読んで、それを解釈するみたいな、社会科学、大学にはこう理系と文系とあって、で文系の中には文学部のようないわゆる人文学って言われるものと、それから経済学であるのは社会科学ってありますけれども、私はちょうどこう社会科学と人文学の間ですよねにいたということなんです。でその関係で別に経済思想っていうのは経済だけにあるわけじゃなくて、哲学とか政治思想とか、特にヨーロッパですけどね、そういう古い古典を読むっていうのが、一つの自分の仕事のようになっていて、でその過去の思想家を読む中で現代につながる部分を引っ張り出してくると、そういうふうなことをやっていて、最近はその思想史研究よりはむしろ現代の問題について、社会批評というんですかね、そういうのを発言する、そういうふうなことをやってます。で、浜崎さんと最初にお会いしたのは、今ご紹介がありましたけれども、保守についての座談会で、私も私で浜崎さんはすごくびっくりしてですね、まず福田恒成で博士論文を書かれたっていうのはすごいなっていうのは、って思ったのもそうですし、ここにおられる方は皆さんご存知だと思いますけど、浜崎さんはなんていうのかな、知識に振り回されることが全然ない人なんですよね。特に私の勝手な思い込みですけど、文芸批評とか文芸評論っていうのはどうしても、私の世界もそうですけれども、やはり人の名前を出してですね、英語でネームドロッピングっていうそうですけど、誰々こう言った、誰々こう言ったって、こういう形で何か議論がしてるかのような感じになるってことが多いんですけれども、浜崎さんは全部その全ての言葉が自分の何か確信を持って喋ってるっていう感じがあって、で僕はそういう方に、特に文学の方でお会いしたことがなかったものだから、すっかりなんていうか、こうすごい人がいるなっていうふうに思ってですね、で多分飲みに行こうって僕が誘ったと思うんですけど飲みませんかっていうんで喋ってですね、やっぱりそうだったんだと思って、なので今回ですねお呼びいただいて喜んできました。で、これ出たのは今週ですか先週ですか？出たこと自体は9月末日なんですけど、そうでした。でもアマゾンで買えるのが10月9日なんで、そうですね、まだ2週間経ってない。じゃあ多くの方はまだ読まれてないのかもしれないですけど、私は文学は必ずしも専門ではないので、この本はこのシリーズ自体が教科書として使えるっていうようなことをイメージしているそうでして、浜崎さんの、前半の仙崎さんのところもそうなんですけど、浜崎さんの箇所は、昭和ですよね、昭和以降の文学史というか、小林秀夫につながってくるような大きな文学的状況みたいなものを整理されていると。でマッピングですよね。芥川龍之介の詩から始まる日本の昭和の文学における、プロレタリア文学であるとか新感覚であるとかで、そしてそういったものの中で小林が出てきて、小林の意義みたいなものがどこにあるのか、こういうのを大きな全体状況の中から探ると、そういうふうな本で、私のように文学史に暗いものでもなるほどなと思いながら読むと同時に、ここで書かれていることがですね、昭和について書かれているという以上に、何かやっぱ現代につながるところがビシビシあるというふうに思いました。で特にこの本でですね強調されているのは第一次世界大戦なんですよね。もう一つ震災があるんですけれども、昭和における昭和というか、戦前の日本における大きな転換点として第一次世界大戦があって、でそこで初めて世界的同時性っていうふうにおっしゃってて、これどなたの言葉でしたっけ？平野健さんの言葉ですか。で確かに私のイメージでも、明治のある時期ぐらいまでは例えば漱石とか鴎外っていうのはいかにも明治日本の文脈で考えてるという感じがあって、でもちろん鴎外も留学してるし漱石も留学してるんで、その時代のある種グローバル化の状況にいたんだけれども、彼らは明らかに日本の文脈でものを考えてるって、そういう感じがあるんです。だけど確かに第一次大戦以降の新感覚派とか、あるいは小林秀夫自体がそうなんですが、この本でいうと芥川龍之介以降の人たちですよね。っていうのはヨーロッパの文学状況と本当ダイレクトに、つまり向こうで実験文学やったらこっちも同じ時期に実験文学やってるとか、小林秀夫の批評のあり方が、ヨーロッパの実存思想ですねのあり方と、読んでる影響関係とかってのは多分超えてるんでしょうね。ですごくリンクしている。でしかもそれは、私の専門の言葉で言うと当時のグローバリゼーションですよね。世界的な同時性が完全に完成していくっていう時代状況と一致してるんですね。で私はですね、いろんなことやってるんですけれども、最近はグローバリゼーションの問題を随分と掘り下げてまして、これ何度も言ってることなんですが、グローバリゼーションというのは国境を越えて、経済活動や人の活動を結びつく現象のことですが、これは別に最近になって始まった現象じゃなくて、歴史を何度も繰り返されている。特に19世紀の半ばから恐慌ですね、1920年代ぐらいまでっていうのは現代とよく似たグローバル化の時代だったんですよね。これは詳しくは私が書いた本でも読んでいただければと思うんですけれども、どんな統計データを見ても確認できる。情報はどうなんだっていうけど、当時は電信がですね、ものすごい勢いで時代を結んでいて、でそしてリアルタイムで情報をやり取りするみたいなことがあった。だから株の取引であるとか、当時国債の取引なんかも本当にリアルタイムで行われたんですよね。それどころか日本は当時のグローバル状況の中で国づくりをしたっていうのは、明治に入って日本は開国しますけれども、売るものないわけですよね。だから圧倒的に貿易赤字です。貿易赤字ってことは国のお金が出ちゃうわけだから、借金するしかない。どう借金するかっていうと、外交から借りるしかないんです。借りるとどうするかっていうと、当時形成されていた国際金融市場でお金借りるしかない。どこで借りるかっていうと、中心はロンドンですから、イギリスとフランスなんですけども、ここからロンドン市場で日本国債を記載して、最初はジャパンプレミアムっていうのは新興国で、普通に貸したら返ってこないからって西の上回りまでつけられて借りると。日露戦争も、日露戦争はいろいろ言われますけど、あれはもう金融戦争でもあって、 とにかくね、戦争にはお金がかかりますから、お金を調達しなければ戦争を勝てないということで、当時日銀のエースだったね、高橋是清とか深井英語を振り込んで、投資家から金を借りて戦争を遂行した。でその後、朝鮮半島を取りますけれども、朝鮮半島の経済金がないわけだから、東洋拓殖会社を作って社債をロンドンで発行して、で金を借りてやると。つまり当時のグローバル経済を前提にして日本は資金を調達して国づくりをしたんですよね。でさらに言うと、グローバリゼーションの中に入るには、当時の金融ルールっていうのは金本位制ってルールだったので、その金本位制にするためには金が一定量国になきゃいけないんですよね。で日本は、よく明治日本のドラマっていうのは憲法改正、条約改正って言われますけど、もう一個はやっぱり金本位制に入ることだったんです。当時の最強のグローバルスタンダードに日本は合わせる。でこれに入ることによって日本は低利子で外国人投資家から金を借りて国づくりがしやすくなる。そのために日清戦争で賠償金を取って、でその金を元にして金本位制に移行する。こういうふうな意味で当時のグローバリゼーションを知らないと近代日本のドラマっていうのが立体的に見えてこないっていうぐらい日本の歴史に深く関わってるんですね。ところがさっきも言ったように明治の段階においては、経済史的状況だけを見るとすごくグローバル化してる、グローバル状況に日本は接続されてるんだけど、本当の意味で日本人の意識がグローバル化したといいますかね、世界的な同時性という形になったのは、やっぱり第一次大戦以降っていうことなんだろうなというふうに思うんです。でそれは当時第一次大戦後っていうのは、日本が戦勝国になって、で初めて第一次大戦中に、これも教科書に出てくる有名な話ですけれども、輸出がね、戦争してるヨーロッパに向けて輸出をして猛烈に儲かるんですよね。で一気に日本の富がたまっていって、日本は好景気を迎えて、いわゆる一等国になったって話になる。確かにこの辺りから日本は、世界経済に完全に埋め込まれるって状況の中で、世界経済の中での日本経済と完全にリンクしてしまって、でその中で、日本がやっていくって、こういう話になっていくわけで、日本人がまさにグローバル化した世界の中で生きてるんだって意識を持ち始めたっていうのは、その通りなんだろうと。でその時にじゃあ文学であるとか思想であればどう変わったのかっていうのが、この本のモチーフで、そういう文脈で置くことによって小林秀夫という人物の、ある種の偉大さというものが見えてくるんだという話なんですね。でそれは私すごく感心したというか、なるほどなって、そうなんだなと思うと同時に、むしろこの時代の状況と現代が特に文学であるとかっていう面でどうつながってるのかってことを今日浜崎さんなんかにお聞きしたいなと思いました。はい。今経済の話から柴山さんが語ってくださったと思うんですが、実際柴山さんの静かな大恐慌というこれはこの本ですけども、これ1900じゃなかった2012年ですよね。あ、そうでしたね。2年前に書かれた本なんですが、改めて読み直してみると、まさしく第一次世界大戦前後の前夜というかな、その辺りのグローバリズムのことが現代のグローバリズムの問題とリンクさせてやられている。しかも柴山さんの経済学的な方法というのは面白くて、普通はですね、普通はっていうか、僕別に経済学のプロパでも何でもないんですけども大体よく見るのは統計を使ったり、あるいは情報をバーッと羅列して見せるっていうのが多いんですけども、柴山さんのやり方っていうのは古典を読むんですね。つまりスミスやあるいはケインズを読み込んで、その理論あるいはそこから読み取ったことを現代へと、持ってくるというやり方です。これ自体が非常に実は人文学的な読み込んで、しかもそれを現代に持ってくるというので、似てるという思いがあって、それでこの度多分このアフターモダリティも絡むだろうと思ったわけです。で、そこからちょっと話を文学の方に寄せていただかせてもらうとですね、確かに経済学的にもグローバリズムの問題は大きいと思うんですよ。でちょっと整理するとこういうイメージを僕は持ってます。つまり明治までっていうのは、大体30年代後半までぐらいですけども、立身出世、あるいはまあ何でもいいですけど殖産興業、富国強兵化といった形の西洋主義あるいは近代主義というのが、まあ、決定的だったと、まあ、そういう意味で言うとその故郷から抜け出した個人が国家と結びつくことによってようやくそこにまあ一つの物語というのができた、まあ、坂の上の雲的な物語ですよね。つまりここに国民国家、つまり近代国民国家という物語を生きてたんだと。でそういう意味で言うと近代国民国家の物語はもう西洋にはもうありましたから、そういう意味で言うとまあ後追いだったと言ってもいいかもしれない。でも後追いだったとしても追うことによってようやくその自分たちの身を外圧から守るという異様な緊張感の中でそれを追うという感覚がある。しかしながらそれが明治30年代の終わりから40年代にかけてちょっとこうなんて言うんでしょう、日本近代化に不安の色が差し始めるわけですね。決定的には日露戦争後の話です。もっと言えば日清戦争においては賠償金が取れました。それによって八幡製鉄所を含めてのあの産業革命が日本においても可能だったが、まあ賠償金が取れなかったということでご存知のように日比谷焼き討ち事件が起こると。でつまり勝ったはいいものの、あるいは西洋にある程度追いついたものはいいものの、これからどうなるのかという不安の色が差し始めると。で、まあ、そこで要するに国民国家の枠組みからまた外れてしまう人間たちが出てくる。この外れてしまう人間たちのことを普通人は文学者というわけです。つまり国民国家に寄与できない私の内面を持て余した連中ですね。この連中がですねだんだん小説を書き始める。その小説を名指して、自然主義小説というわけです。でまあしかしながらですね、これがすぐにある程度まあ何て言うんでしょう、救われていくわけです。この救われていくのは何かというと、実は第一次世界大戦ですね。第一次世界大戦はご存知のようにこれも日本は参戦しましたがイギリスの要請で、しかしほとんど、まあ、本国に何の影響もなく勝ってたわけですね。そして、五大国に、まあ、仲間入りして国際化の中に入っていくということの中で、造船業を含めて、まあ、製鉄業を含めて、まあ、相当バブルがあったと、第一次世界大戦のバブルというのは有名みたいですけども、まあ、船成金含めてですね。で、まあ、その辺りで文学者も潤うわけですね。でご存知かもしれませんが菊池寛が文壇というものを作ったのがやはりその辺りなんですよ。で文壇って何かというと、それまで食えなかった文学者たちが食えるようになったと。で例えば菊池寛がそれまで書いてた原稿1枚7円だったらしいんですね。それがいきなり第一次世界大戦ですよ、キングかなんかに書くときに俺100円じゃないと書かないって言ったらしい。でそれが通ったと。で菊池寛の家にまあなんていうんでしょう人力車がやってきて、あるいはタクシーみたいなのがやってきて、でまあ文学者様として扱われると。それが出てくるのが大体その第一次世界大戦後です。でつまり文壇という音質が出来上がるわけですね。で音質の中でまあつまりやっていった中に出てくるのが白樺派とか、あるいは丹美派といったような連中、つまり志賀直哉あるいは武者のご一さんのやつ、あるいは文学者で丹美派で言えば谷崎潤一郎や永井荷風。でも今こう名前を挙げた連中というか、連中っていうのもありますけど、その文学者の名前を聞いてもらうと分かると思いますけど、焦ってないですよね。余裕ですよね。その余裕の中で彼は何を言うかというと、白樺派なんかの雑誌を見ると、つまりセザンヌが出てきたり、あるいは、ロダンが出てきたり、お前はロダンの友達かみたいな感じでこういきなり隣人のようにそれを扱うわけですよ。つまり彼らにとって国民国家から出てしまったこの個人を支えるための物語ができたわけですよ。それは大正デモクラシーと言ってもいいし、あるいは世界的な人類や平和や、あるいはヒューマニズムと言ってもいい。彼らはその世界のために自分の文学を、あるいは表現をまあすることができるということで枠組みができるが、これがまた崩れる。この崩れる瞬間というのを私は関東大震災に見てるわけです。で関東大震災によって、これも菊池寛のことだし、まあアフターマナにも書きましたけども、まあびっくりするわけですね。つまり圧倒的な廃墟、その廃墟の中でこの文学が一体何の役に立つのかといったような疑問疑念がようやくそこで出てくる。つまり分断という音質が崩れるわけです。でこの分断という音質が崩れるのと同時に、一方で、西洋に目を向ければ1914年から1919年にかけて第一次世界大戦が、ここでも同じですよね。今までプルースト含めてフランス象徴主義といったような、要するに文学のこう音質にくるまれて文学的知識をこう調達し洗練していくような文学からいきなり野蛮な文学に、つまりセリーヌやアルトーや、あるいはダダイズムやシュールレイズムといった非常に暴力的な文化が出てくる。これは第一次世界大戦をきっかけにしているわけですね。このある種のアバンギャルドの芸術運動と、実は大戦後に出てきた日本の新感覚派といった連中のアバンギャルドが非常に似通っている。そしてこのアバンギャルドというのは実は断片になってしまったんだというその思いを、表現をするわけですね。この断片を通しているということは、統一的なものに対してある種のカウンターをそこで出してくるわけです。する破壊主義ですよね。ダダイズムですよね。でしかしこのダダイズムというのは実は疲れるわけです。新感覚も結局新感覚ですから、新しい感覚をずっとやっていくんだけども、結局でも新しければいいという話になりかねないところにあると。でそうすると大体昭和2年ぐらいの時に疲れてくるわけです。疲れてくる時に何が出てくるかというと、プロレタリア文化ですね。つまりこの断片化してしまったその新しいかもしれないけどどうしようもない、大衆社会の情報をどのようにして一括しまとめ上げるのか、その時に出てくるモチーフが政治への道ということなんですよ。それはここでも書いてるわけですが、それはまさに実は、西洋とも同じように1917年にロシア革命が起こりますけども、それと同じような形でこの国でもそれが起こってくると。で問題なのはプロレタリア文学もそこで昭和8年あたりに終わるわけです。と同時に昭和4年、ここは1929年ですが、そこに小林秀夫が差を差して「さまざまの意匠」という文章でデビューを果たすわけですね。でまさに今までの今言った、つまり自然主義も国家主義も、あるいは白樺派も新感覚派も、そしてプロレタリア文学も全てはさまざまなる意匠なのだと。そんな意匠、私たちを支えるに足りないのだと言って小林が出てくる。ということは、じゃあ小林を支えていたものは一体何なのかという問いが出てくるでしょう。その時に小林は一言、ちょっと後でまた話になると思うので一回そこで止めますが、宿命というわけですね。この宿命という問題はおそらく今の問題と関わっているでしょう。つまりもうちょっといいですかちょっと長くなっちゃうんですけどこういう感じなんですよ。現代でいうとですね、例えば戦後1960年あたりまで政治の季節って言われますね。つまり安保闘争前ぐらいからです。ということはこれ、近代国民国家のある種の物語と一緒のように政治の物語があった。でそれが安保闘争敗北後に少し引いていって私生活の夢を売り出す。つまりマイホームを買って、あるいは三種の神器を買って私たちの生活を良くしようとするある種のこれも夢ですよね。これがあった。そして大体それが1972年の高度経済成長が終わって1975年あたりに決定的に私生活の夢も全部満たされてしまったと。つまり一億総中流化しちゃったと。その時に結局記号のたんまりしかないじゃないかといった形でポストモデリズムのなんていうでしょう、最初の芽が出てくると。そしてそれが1991年のバブル崩壊によって、だんだん芽が覚めてき、そして1995年においておそらくほとんどの夢がついえる。そして95年から2014年の現在に至るまでほとんど時代は夢や物語やというある種の中心が用いないような時代になっている。つまりさまざまな一生に対して我々は何らのシンパシーを持ち得ないような状況が来ているだと。その時にもう一度小林を読むと、まさに先ほど言ったようなさまざまな一生を否定して出てきて、そして私を支えるものは何なのかと問うたその問いがある種の切実さを帯びてくるんではないかという考えのもとに書いたという。そういう意味で言うと世界のその大世界大戦後の状況と現在、あるいはそして昭和少年代が非常にリンクしているというふうに考えているんです。いや、今の話のコメントするの難しいんですけど完全にその通りだっていうかなるほどなっていうふうに思ったんですけれども、その今の話をヨーロッパの方で言うと、やっぱり第一次大戦とはヨーロッパにおいても決定的な転換点ですよね。でそれはさっきヨーロッパ文学の話がありましたけども、19世紀、よく19世紀はいつまでかっていう論争があって、それは19世紀はもちろん1900年に終わってるはずなんだけど、時代としての19世紀っていうのはナポレオン戦争が終わった1815年から、第一次大戦が始まるまでの1914年までを、歴史学者はよく19世紀、長いでも100年か、よく平和の100年って言われますけど、この間のヨーロッパっていうのはナポレオン戦争が終わってから第一次大戦までは本当に大国間の戦争がないんですよね。で、まあ、もちろんクリミア戦争とかいくつかの、小規模な戦争がありましたけど、それは地域限定戦争であって大戦争ではない、比較的短期に収束される戦争で、この下で、先ほど言ったグローバリゼーションが進んで、まあ、1840年代にはイギリスが自由貿易になって、1860年代が自由貿易の最盛期で、これ最近の研究では当時 FTA ですね、通商条約、まあ、日本も中総条約を結びましたけど、あれも自由貿易しようぜって条約ですからね。各国が政治的に自由貿易を結んで、まあ、政治的にグローバリゼーションが実現されるっていう時代が19世紀にあって、その下で、まあ、一方ではその格差が拡大し、マルクスが言うような階級社会の不平等性が明らかになって同時に、他方でその、自由化によってその金融権力の大きな力を持つであるとか、それからその、まあ、ある種の成長が実現するというようなことがあって、特にお金持ちの連中は金はある、平和ってことがあって、まあ、ベルエポックと言われるような、まあ、芸術運動がですね19世紀に盛んになっていて、まあ、今日なお語り継がれる文学史芸術史の偉大な作品が19世紀に出てくる。でこれが第一次大戦で完全に終わるっていうのが、まあ、現代史のスタートなんですね。でこの第一次大戦でこのグローバル化の最初のグローバル化が、まあ、一見墜落してからがまさに革命と戦争の時代が始まりで。第一次大戦は結局それで終わらずにもう一遍大きな戦争をやって、その後冷戦に行きますし、それからその、まあ、簡単に言うとその19世紀的な楽天主義っていうのはもう消え去ってしまって、さっき1920年代に、まあ、ヒューマニズムとかね、一種の平和主義があったってありますけれども、あれは一種のなんていうか短期的な経営みたいなものですごい戦争しちゃったもんだから、これはもうちょっと何か平和とか人類みたいにもっと強く押し出そうってことで国際連盟ができて。やるんだけれども、結局そんなものは長く続かずに29年恐慌で一気に法貿易とブロック化、軍拡主義で戦争に行くっていう、まあ、とてつもない不安定な時代をそこで迎える転換点が第一次大戦だったんですよね。でそれはですね、私の解釈だと実はその時の状況と現代っていうのは、まあ、似てるんですよね。で第一次大戦って何で起きたかっていうと、それは私は当時のグローバリゼーションと関係があるというふうに、まあ、思っているっていうか、まあ、そういう学者多いんですけれども。グローバリゼーションというのはその国境を越えて一つになるっていう意味で平和になると思われているけど逆なんですよね。むしろ国家間の争いが激しくなって、で特に19世紀の末、特に1870年代から70年代以降は過激なナショナリズムっていうのがね、あちこちで起こった時代だというふうに、まあ、いろんな学者が言ってる。で、その中で地域紛争が最初は散発的に起こるんだけど、だんだん多発していって、それが先月になって第一次大戦になる。で現代もそうですよね。冷戦後、確かに冷戦が終わった後平和になったと言われた。でグローバル化が進んだと言われた。一時期は楽天主義でした。しかし、まあ、少しずつその、アフリカで紛争があり、ボスニアで紛争があり、それがだんだんですね、特にリーマンショック以降は中東で紛争があり、ロシアで紛争があり、中国と隣国を巡るアジアの紛争があり、次第に世界中で紛争がわーっと起こってきて、それがつながりつつあって大きな動乱に行くっていう、そのパターンを完全に繰り返し始めてると思うんですよ。そういう意味ではものすごく不安定な時代状況、まあ、僕はだから19世紀前にも似てるし19世紀後の混乱状況にも似てるっていうふうな曖昧な言い方をするんですけれども、まあ、とにかくそういうふうな時代状況を迎えているのは間違いないところだろうと。で問題はですね、その昔と今が違うのは、昔はそれでもですね、プロレタリア運動みたいなその政治運動が大きなその時代のうねりになったってことはあるんですよね。例えば、経済思想家にそのカール・ポランニーって人がいて、で彼は1930年代に起こった世界史的な転換のことを大転換という。大転換って何かっていうと、簡単に言うと市場経済から統制経済の移行ですよね。市場に全部任せるっていうふうな形から一気に国家経済を統制して、まあ、人々を救済していくっていう、そういうのに大転換した。でポランニー面白いのは、ナチズムもニューディールも社会主義も全部一緒なんだ、そんな差はない、もう全部国家が統制力を強めてこの危機を突破するっていう思想に変わっていった。で程度の差しかないんだって、こういう捉え方をする。でそういうふうなその政治の力がうっと結集して、その時代状況を全面的に転換する、この危機を強いリーダーのことを乗り切っていくって、こういう動きが、まあ、1930年代にはあったんですね。まあ、第一次大戦が30年代にかけて準備されたという、その結果戦争になったんだけれども、まあ、状況を根本からひっくり返そうみたいな動きがあって、だけど現代って確かにそのグローバル化が進んでいろんなことに行き詰まってると、階級格差とは言わないけど、まあ、ピケティなんか言ってるように、まあ、非常にこう金融資本がどんどん拡大していって、とてつもない格差が、まあ、出現してあると。でしかもその地域紛争も起こっている。でその市場経済の、ね、不安定性が少し明らかになっている。だけども政治の方でですね、なんか独裁者が出てくるっていう感じは全然しないですよね。よく朝日新聞がですね、今ちょっとためられましたけどなんか軍が真正面を取ると聞こえないよっていう、全然そんな大体の人口構成から言って軍国主義になるわけないですね。その誰が兵隊行くんですかって話で、そういうふうなそのあるいは独裁者候補が出てきたものはあっという間にメディアに潰されますよね。そんなのはもう20世紀的な危険なんだって。20世紀その種の独裁者が分かりやすいようにもう出ませんよ、絶対に。もっと別の形で危険が出るんだと思う。いずれにしてもその1930年代と同じような時代状況でありながら、1930年代的な解決っていうのがですね、ない。さっき言うと当時の知識人はみんな共産主義に共鳴したんですよね。でプロレタリア文学っていうのもおそらくさっきの実験に使われて、ポストモダンに使われた役に急に真面目になって、それに何か道徳が必要だってなると、人々を救済しないと、救済、貧困がこんなに溢れてるし、かわいそうにね、娘を有利していると、これは社会が悪いんだってなことで文学者が立ち上がろうってやった。でその時のモデルってやっぱりソ連だったと思うんですよね。つまり海の向こうにといいますか、自分たちの世界の向こうに資本主義とは全く異なった実験を行っているソ連。しかも当時はまだ情報がそれほどね、そのソ連の情報分かりませんから、かなり過剰な理想を抱いて、まさにああいうものを自分たちも実現しよう、こういうふうな政治運動が可能だったと思うんです。だけど現代において確かに資本主義大問題だし、市場経済大問題だし、民主主義はもっと問題です。だけどこれに代わって独裁者を作ろうとかですね、共産主義体制に移行しようとかって、そんな大きな物語ってもう出ないんですよね。やってもまああっという間に弾けるか、何かの理由で潰されるか、支持者は支持を失うか、どっちか。その意味では時代状況は似てるんだけれども、あれもっとすさんだっていう言い方が正しいのかどうか、何かそのこの出口がない状況みたいなものをまだしばらくはですね続けていく。だからなんとか危機がこれ以上いかないように、現状維持しながら何かこの不安定な中絶状況を続けていくっていう、そういう時代状況なのかなと。いや、そうですね。ここからちょっと小林秀夫の話につなげていきたいんですけど、いや今おっしゃったことをもっと素人なりに簡単に言います。資本主義って何って話なんですけど、なんで僕が言うのかって問題ありますけど単純な話だと思うんですよ。つまり50円でこっちで買えるものがあって、 A 村で買えるものがあって、こっちで100円でしか買えないと、そうしたらこっちが安いんだから、安いものを作ったものをこっちに行くに決まってますよね。そうするとどうなるかというと、こっちはこっちの共同体で自制的な秩序でやってるわけですから、その自制的な秩序がお金の、換算される、そのつまり利害特質によってこの秩序の自制性が失われるということなんですよ。それを自由って僕らは呼んでるわけです今。だから実は非常に自由は不自由なわけですね。不自由になっていくわけです。つまり自制性が失われるわけですから、それを我々今グローバリズムのある種の辛さの中で、感じているわけです。でこれは柴山さんもおっしゃってることだと思いますが、自制的なものが、つまり中間共同体と言ってもいいし、この国の文化と言ってもいいんですが、それがなくなった時に何が出てくるか、それはバラバラになった不安な個ですよね。つまりこれを普通は大衆というふうに言うわけですが、この大衆と、じゃあその大衆の不安に応えるために何が出てくるかと、ケアの論理、つまり国家が出てくるわけですよ。そうするとこれも柴山さんの受け売りですけど、あれですよね、そのグローバリズムというのは大きな政府を倒すんであって、小さな政府にすることだというんだけど、逆だろうと。つまりグローバリズムが激しくなればなるほど自制性が失われるわけだから、その自制性の穴を埋めるために国家が出てくるわけですよ。ということは国家主義とグローバリズムってどっか、リンクするわけですね。このリンクする時に我々の今の現代に目を差し向けた時に、リンクするがゆえにこういうふうな国家であるべきだとか、あるいは国家とはこうするべきだとか、 TPP の問題含めてそういったようなイデロギッシュな言葉が多々出てくるわけです。でその時に我々はある種の抵抗をしなければならないんじゃないかと。つまり私は福田恒有の研究もやってまして、でなんか保守とは何かという題で本も書いてるんで、あんまり保守を悪くは言えないんですけども、しかしながらですね、保守といってもですね、保守主義といった形で非常に旗を振る、つまりそれ自体が不安に駆られた理念なんですよね。そうではない形で実は今焦らされた理念に飛びつくような心を鎮めるためのその鎮め方、それをどういうふうな形で提示できるのかということの中に、実は小林秀夫の問題があったんだと。いうふうに言えるかと思うんですよ。つまりですね、こういうことです。上を見て理念を飛びついたとしても、その理念は僕らが選んでますから、選んでるものは選び返せるんです。もっと言うと、選んでる限りはそれは A と B と C と D の中で選んでますから、相対性の中で選んでるわけです。それは実は自分自身が選んだ、自分自身が一番知ってるわけです。ということは、実はどんなものを選んでも我々は落ち着かないんです。落ち着かない限り、それは思想の根底を支えるものになり得ない。だとしたら、我々は足元を見るべきだろうと。足元とは何か、小林は言うわけですね。直感だと。で、直感とは何か、これ簡単に言うのはなかなか難しいんですけど、要するにですね、私が私だけでは生きてないということのリアリティですね。なぜなら、私が何か、例えばこう本があって、本に感動する、そしてその思想を感受する、つまり直感するということですが、その直感自体が何によって成り立っているか、もちろん言葉ですよね。言葉は何でできているか、もちろん日本語ですよね。日本語は自分が選んだものとか、そうではないですよね。その選んでないものとしての足元、そこにむしろ目線を置き据え、ということは非常に単純な話で、常識だろうし、あるいはその生活をするということだろうし、ツイッターをするということではなくて、生活をするということだろうし、そういった落ち着きの問題へとシフトしないと、シフトするって言い方がもうすでにちょっと違ってるんですが、つまり落ち着きの問題を見つめないと、我々はいつまでたってもこの閉塞ということを閉塞として感じてしまう。それをどうにかこうにか、充実ってその中に充実とは何かという問いを差し向けたいなと思って、小林のことを考えた。浜崎さんは経済の話なんで、僕文学の話しますけど僕、小林秀夫ってもちろんその専門が違うってこともあって、あまり熱心に読んだことはないし、今でもそれほどたくさん読んでるわけじゃないんですが、何年か前にですね、たまたま図書館を歩いてまして、ふと小林秀夫の作品集っていうのがあってですね、その時、ちょうど僕30代後半で、ふと小林秀夫が30代、僕と同じ年の時何書いたのかなという単純な好奇心で読んでみたんですよ。そしたら、小林が30代後半っていうのは、ちょうど日中戦争が始まって大東亜戦争が始まるという凄まじい時代を生きていて、それがちょうど作品集でいうと、この歴史と文学とかですね、ドストエフスキーの生活とか、このものなんですね。で、読まれてる方もいると思いますけれども、これ読んだらちょっと衝撃で、何が衝撃かっていうとですね、もちろん小林は文芸評価ですから、当時の政治状況に直接発言はしないんです。で、当時の政治状況はどういう状況かっていうと、河野文丸がですね、東亜共同体とかですね、一級とか、知識人、共同学科を含めた知識人たちがですね、新しい新秩序を作るぞとかですね、僕の半分想像で言いますと、この危機の時代にはこんな思想が必要だみたいな、そういうのがいっぱいあったんでしょうね。それは政治家も発信するし、知識人たちもそう発信すると。で、こういう状況と距離を取って、小林はですね、何を論じるかっていうと、例えばですね、マキャベリを論じたりとかですね、あるいはその第一次大戦の時に活躍した軍人の回想記とかですね、こういうのを読むんですよね。で、私がどこだったかな、読んだので面白かったのは、第一次大戦を戦ったドイツの軍人のゼイクトっていう人のですね、その回想記を読んでって、で、これをすごく小林は共鳴するんですよ。何を共鳴するかっていうと、ここには思想がないっていうんですね。戦争って当たり前だけど、戦争でなんか空想してもしょうがないですよね。ひたすら現実を見て、ひたすら現実に対処して、この難局を乗り切る、これしかない。で、これこそがまさになんていうのかな、自分が感銘した点なんだってことを繰り返し強調するんです。他のところでもそういうことを書いてるんですね。で、思想というものがなんかもう嫌だっていう感じで、この場合の思想っていうのは何か深い思想ってことじゃなくて、イデオロギーってことでしょうね。危機の時代になればなるほど、こういう解決があるぞ、ああいう解決があるぞっていうふうに、人々はそういうのを求めるし、知識人も言いたくなるし、メディアもそう言いたくなりますよね。今もそういう時代だと思うんです。保守主義であるとか何主義であるとか、それ自体は何者かよくわからないけど、とにかくなんかそういう看板がバーッと立ちやすくなりますよね。自分もそういうものに巻き込まれてるから、あんまり人のこと批判できないところがあるんですけども、だけどそういうのに対してで、特に私が感銘を受けたのは、事変の新しさだったかな。これは簡単に言うと、当時の日中戦争の状況の中で、この非常時とかですね、緊急事態とかっていうのに対してどう考えるか。で、この時に小林がやってるのは、簡単に言うと、普通に非常時とか緊急事態とかっていうのは、空母、そういう事態は何の意味もないんだ。で、突然そこで話が歴史に行って、秀吉とか信長の話になるんですよね。で、突然信長をすごく褒め出して、織田信長の桶狭間の戦いって何だったのかと。であそこにねその思想ってあったんだろうかって言うんですよ。いやそれないですよね。とにかく今川が来ると、とにかくすごい軍勢で来る、この状況をなんとかしなきゃいけない、で家臣は籠城しろっていうと、でそれに対して信長は一気に加勢に攻めて、まあ、相手の首を取るわけですね。でそれに対して通俗的な歴史家は信長の天才性とか、あるいは信長のねその、まあ、ギャンブル性とか、あるいは信長ってちょっと変わったやつで、そのなんていうかまさにこうちょっと天才となんとか紙一重みたいなところがあったんだっていうけど、彼はじゃあそうじゃないと、ここには理論があるんだって言うんですよね。南極をじっと見て、その中で「北方」って書いてますけど、南極の構造をバッと見えた瞬間にそれにかけてみる。その後でこう言うんですよね。人は覚悟というものを勘違いしてると。覚悟というのは理論と信念が一体化した時に生まれてくる精神の釉薬だって言うんですよ。でこれは何を意味してるかっていうと、これ同時代の日本人に言ってるんですよね。まあ、簡単に言うと、今の浜崎さんの言葉で言うとガタガタするなと、南極だっていうんでね、やれやれそのなんとか主義だとかですね、やれなんかの理論だなんとかの政策だとかって言うんじゃないと、目の前にある時代状況を、あるいは一個人で言えば一個人の生活が直面している難局をじっと見て、その中でこれだ自分の覚悟を持って飛び込む、それ以外に解決なんかないじゃないっていう、まあ僕は凡庸だから凡庸言っちゃいますけれども、そういうメッセージを出している。これは思想じゃないといえば思想じゃないけれども、でも思想とはそういうもんなんですよね。ちょっと矛盾した言い方になりますけど、思想っていうのは人々に何か出口を、こういうもんです、こういう時代にはこういう考えが必要ですとか、こういう状況においては、まあ、こういう挑戦が必要ですとかって、それが思想じゃないんですよ。むしろそれは人間の弱さであって、こういう時にはこういうものが欲しいなっていう人間の弱さに、で今その世間、まあ、今に限らないな、いつの時代でもですね、まあ、特に大正社会ってのはそうですけれども、何か人間人々はですね、なんか難しい状況に直面する。そうすると何かセラピーを求めるようにして、そのまあ出来合いの答えを求めて安心するというふうになってるんですよね。これは大衆社会ってもんだと思うんですけれども、小林はある意味でそういうのに一貫して抵抗した人 で特にその厳しいですね、日中戦争から太平洋戦争、大東亜戦争に至るまでの期間にひたすらそれだけ言い続けてるんですよね。でまあそれは何かっていうと、結局どんな難局であってもそれはその自分の生活をしっかり生きるってことだ。こういうと凡庸なんだけれども、まあ、小林が言うとですね、まあ、僕が言うとちょっと凡庸に聞こえるかもしれないですけど小林どの手にかかると、まあ、もちろん凡庸なんだけど、ものすごい迫力なんですよ。これ30代後半で書いてる。僕も時期40になるんですけど、まあ、とてもですね小林秀夫さんの境地にはかなわないなというふうに思うんですが、ただまあ時代状況の違いもありますからね。やはりそれぐらいその当時と今では、まあ先ほどねいろんなもので似てると言ったけれども、それは昔の方がですねはるかに危機っていう意味では深刻だったっていう、まあ、その状況の違いはもちろんあるんだろうと思うんです。はい、いや経済学をやってらっしゃる、経済学とも、まあ、ちょっと微妙にこう否定されてましたけど普通は経済学っていうと処方箋出しますからね、その処方箋を出さなければならない人が処方箋がないという態度を言うわけですからなかなか説得力がむしろあるというのがありますけども。まさにそうで、いやもっと言うとですね、現実を見て耐えるってことなんですが、ただ人は耐えられませんから、ただではで本当に耐えなきゃいけない危機に陥った時に、人は初めて先ほど言ったように足元を見るんですが、足元を見た時に何に気づかず自分を支えてるものなんですよ。実は僕らは一生では支えられてない。さっきも言ったように選んでる限りにおいてそれは相対性の中にある。だとしたらそれが私を支えるわけがないのだと。つまり人は一回絶望に陥って、つまりそれは危機と言ってもいいんですが、その危機というのが、まあ、クライシスだとしたらそこからクリティークが出てくるんだと。そのクリティークの中からまさにクライテリオンという基準が出てくるというのが小林の思想のまさに骨法になってるわけですが、まあ、その中で自分を支えるものというものですよね。支えるんですから、これはリアリティがあって初めて支えられてるわけです。ということはこのリアリティのことを彼は先ほど言ったように直感と言ってるわけです。この直感がない答え、それを小林は意匠と言って、まあ、全部排除していくんですね。で面白いのはその時彼がまあ、支えられている直感のことを他の言い方で言うとさっきみたいなんですが、まあ、宿命って言ったんですよ。でこの宿命っていう言い方の使い方がまたまあ面白くて、まあ、ちょっと簡単に小林の言葉を復唱するとですね、彼はさまざまな意匠の中でこういう言い方をしますよね。彼は軍人にもなれたろう、小説家にもなれたろう、科学者にもなれたろう、しかし彼は彼にしかなれなかった、これは驚くべき事実である。でここに宿命の異名があるんだという言い方をするわけです。これどういうことなのか、つまりさっき言った選べるという言こと、つまり彼は科学者にも軍人にも小説家にもというのは選んでるわけですよ。しかしながらその選んでるお前は選べなかった。でもっと言うと、自己的に僕は科学者かもしれないし軍人かもしれないが、しかしそのなぜ軍人になったのかと問いかけらればですね、いやいや日本を守ろうとしたからだと言ってもいいわけですが、しかしながらもっと問いを進める。もちろんこれは書いてることですけどねじゃあなんであなたは日本を守ろうとしたのか。いや幼稚園時代に日露戦争を体験してすごく危機感を持ったからだ。じゃあなんでお前幼稚園時代に日露戦争を見て危機感を持ったんだってずっとやっていくと、結局彼はこういうしかないわけですよ。彼は彼だったから、あるいは私は私だったからだと。これはほとんど取り替えができないような事実性として我々に到来しているものですよね。これ僕らが選んでるものじゃないですよね。その選んでないそこにあるリアリティをつかみ取り、そしてそれを形にすること、あるいは洗練すること、そのことによってのみ初めて我々として支えられているんだと、あるいは生きる充実を感じることができるんだと。で感じてる限りは人は挙動不審になりませんから、つまり何て言うんでしょう、ジタバタしないわけです。でジタバタしなければですね、誠実な議論ができるわけです。誠実な議論ができればですね、グローバリズムなどということにいちいち飛びつかなくてもいいわけですよ。ほとでもこれはもう別に旗じゃないですから、もうこういう地道な活動しかないんですけど、はい、いやちょっと訂正しますけど、一応処方箋も大事なんですけど僕も一応なんか今の不況についていろいろ発言してますし、政策も重要なんですが、ただそういう議論とは別にもっと根本的なところでね、でちょっと話を変えると、私一応経済学というところにいて、で一方で文学っていうのに対して遠いところから多少眺める程度には読んだりするんだけど、僕文学ってすごく面白いと思うんですよね。で何が面白いかっていうと、例えば経済学の世界って人間は合理的に行動するはずだって前提のもとに世界観を組み立てるんですよ。簡単に言うと、人間は合理的に自分の持ってる予算の範囲で欲しいものをですね、優劣をつけて買うと。作る方はできる限り合理的に物事を生産している。でこういう合理的な人間たちが行動する世界の中でモデルを作るっていう、こういう話なんですよね。で今いろいろ修正されてますけど、基本はそうです。だけど文学って違いますよね。どう違うかっていうと、文学に出てくる人ってみんな不完全な人たちなんですよ。愚かなことするんです。っていうか合理的な人間だと文学成立しないんですよね。例えば漱石の心ってありますけど、あれみんな変ですよね。ちょっとずつ変だから、なんかね、自分の友達わざわざ連れてきて自分の好きな人に紹介したりとかして、でくっついたら嫉妬するとか、なんか何がしたいんだっていう、人間そういうことしますよね。でもっとすごいのは、なんだろう、今人気の村上春樹さんとかね、僕全然読んだことないけど「ノルウェーの森」とか全部変じゃないですか。でみんな変な人ばっかりの集まりで、主人公がなんかやれやれとか言ってやったら冷静なんだけど、本当に一番変なんですよね要するにみんな何か欠落したりとか、何かどう言えばいいのかな、物が見えてるようでどっか見えてないっていう、何か欠けたり歪んだりいろいろ悶々としたりってしてる人たちが関係を作って、なんか話が動いていって、でこう小説的時間が過ぎていく中で、何かの確信のようなものに至っていくっていうのかな。でその確信のように至っていくっていうのは客観的に見ると全然ダメだったりするんですよね。というのは、例えば漱石だったら最後自殺だったりするわけですよね。でそれはもちろんハッピーエンドであるという保証はないし、我々から見ると全然アンハッピーなんじゃないかと思うようなことでも、何か最後主人公の核が固まっていくっていうのかな、というのがなんとなく小説の醍醐味ですよね。でそれを昔の人だったらビルディングスロマンっていうのかな、だけどそこまで啓蒙主義的じゃなくてもね、何か置かれた状況と自分の持ち分なんかでいろいろこうごちゃごちゃやるんだけれども、最後やっぱりなんかどうしようもないところに追い込まれていって、これでいいんだっていうところに行き着くっていう、でそういうものをなんかある舞台装置の中で描くって、そういう、僕の素人なりのあれで言うと、演劇もそうですけどね、映画もそうですね、そういうものが我々がよく言うところのいい小説とかいい文学ってもんだと思うんです。である意味で現代っていうのはそれが本当の意味で求められてるんじゃないのかなっていうふうに思うんですよ。だって経済学的な世界なんて嘘に決まってるじゃないですかだってもし人間合理的だったらバブルなんか起きやしませんよね。リーマンショックなんか起きませんよ。でそれは言われ尽くした批判ではあるんだけれども、それでも経済学はね、あんまり非合理な設定しちゃうとモデル作れなくなるから、それでも一応仮説的に合理性言ってるだけなんだけど、それともかくでも本当の意味でさっき言った今の生きてる混沌状況の中で何か確信とか覚悟っていうのをつかむっていうのは、そこに至るまでの気づきっていうのを与えてくれるのは、それは言うまでもなく経済学や社会科学ではなく文学の役分だと思うんですよね。でところが、まあ、ここから先は私のそのなんていうかさらに素人談義になりますけど、まあ、現代文学っていうのが本当にそういう意味でのその役割を果たしてるのかどうかっていうと、まあ、私の部外者がねそのごちゃごちゃ言うと後で怒られちゃうかもしれないけど、例えばさっき明治にはねその国民作家っていうのがいたって話があって、現代において国民作家もちろんおられるでしょうね。だけどそれはどういうなんか明治の頃の国民作家が果たした役割や発信するメッセージと今の、まあ、このグローバル時代の日本の作家があるいは世界の作家でもいいんだけど発信する役割やメッセージってやっぱだいぶ違うのかな。もしかすると僕の小説感は古いのかもしれないけど、それについてはどうですか？ですね、これは専門になっちゃうんですけど、でもですね、僕自身は別にその現代文学ずっといっぱい読んでそれで肩書き文芸評価とか言ってるわけでは全然なくて、単純に文芸が好きっていうだけで文芸評価って名乗ってる非常にまあ暴力的な人間なんですが、ただもうちょっと言うと近代文学とやっぱ現代文学違うという感覚があるんですね。でどういうことかというと、まあ、これよく文芸界で言われることですけど、中上賢治において中上賢治において近代文学が終わったのだという言い方をすることが、まあ、よくあるんですよ。でこの意味ってどういうことなのかなっていうのは、まあ、学生時代からずっとこう考えていて、まあなるほどというところで腑に落ちたところで言えばですね、中上まではですね落差があるわけです。落差の経験を文学に託すわけです。どういうことか、中上賢治というのはもちろんご存知のようにロジというまあ被差別部落出身の人間ですよね。でおそらくこれ近代化してない限り彼は東京に出てくることなんかなかったと思います。要するに日本が戦後という、まあ、ある種のアメリカが近代化の過程の中で路地が解体され、そして、その親が、土建業で、稼ぐことができたと。それによって東京に出てくる。そうすると東京で風天をやるわけです。でそのまあ風天をやれるっていうのもまた経済的に豊かだってことですよね。つまりこれ戦後ないとできないわけです。ということは彼自身の中にまずロジという非常に全近代性を引きずっているものと、近代化されてのみ始めた私が今ここで筆を持っているという感覚がある。これは完全に矛盾するわけです。この矛盾をどうにかこうにか彼は埋め尽くしたい、あるいは縫合したいわけです。その縫合の中におそらく文学を、書こう、あるいは小説を書こうという、まあ、駆動力が出てくる。その駆動の中でからまあ、19歳の地図なり、あるいは枯れ木なり岬なり、まあ、そういった小説をどんどん書いていくと。これほとんど問いですよ。なぜ私はこんなに分裂してしまったのか、そしてその分裂はいつ縫合することができるのかという問いだから、答えなんか出ませんよね。だけど我々はその答えの出ないそこに実はリアリティを感じてた。だからこれは僕というよりは僕のその上の世代の方がそうだと思うんですが、中上賢治を読んでた世代の人に聞くとまあ要するに中学卒業で金の卵といってまあ東京に出てきて、そして、働きながら、人生をこう歩んできた。そしてそこにもう一人こっちに永山則夫という、まあ、殺人者がいてと。でこれ永山則夫が殺人を起こした時に一番反応したんですよ、中上賢治ですよね、すぐ。そしてあいつのことは俺のことで、俺のことはあいつのことだといったような形でエッセイを書くわけです。でもっと言えば中上賢治の小説自体をそうやって読んでた時代があったってことですよね。中上賢治の書く私、それを通して社会を見て、そして彼の書く社会を見て私を感じることができる。お前の一歩は俺の一歩だったといった感じで自己語るんですよ。その中に文学の時代があったが、それは落差の経験が共有されてたからですよね。つまりそれぐらい時代が急速度に発展し変わっていったということは、5年前と今は違う、そしてまた5年後は違うだろう。違うのだとしたら、この A 地点と B 地点にいる僕は分裂している。その分裂を共有している上にそれを縫合するときにその縫合力に欠けるという、まあ、ある種のそのリアリティが出てくるわけですが、問題なのは現在ですよね。果たしてこのような落差があるか、つまり95年あたりから先ほど言ったように2014年の現在に至るまでほとんど時代は何も変わってないと同時に、これだけ、豊かになり落差そのものが忌避されるようになる。もっと言えばレールの上を走ればいいといった時代になる。グローバリズム実はそうなんですよ。あれはグローバリズムというのは別に自由化ということもそうなんですが、大学を見てもらえばよく分かるようにもう完全に物差しの世界になってますから、物差しから外れてこぼれ落ちたそれとの落差を縫合するっていうやつってほとんど大学アカデミズムいりませんという話になるんですから、そういう意味で言うとその落差の経験がなくなり、そしてそれを縫合することがなくなりといった時に近代文学はなくなりますよね。そういう意味で言うとそのラノベつまりライトノベルなんかが流行ってしまうというのは分かる状況ですよね。あれもっと言えばオタク文化が流行ってしまうというのはそういう状況だろうというのがちょっと大枠の理解なんですけど。いやそれで思い出したのがベネディクト・アンダーソンっていうねナショナリズム研究家が、ある時期まではナショナリズムと文学ってのは相性が良かったと。っていうのはバルザックとか、日本の漱石とかドストエフスキーとか国民作家っていうのが19世紀まではいたと。だけど現代においてはナショナリズムと文学の相性が悪いっていうんですよね。つまり漱石の作品を読めば誰が読んでも日本人で。日本的でもあるんだけど同時に世界的でもあるって、こういうのが19世紀の国民文学ですよね。ナショナルと同時にインターナショナルだけど現代はまさにその、国籍みたいなものが消えてるとも言えるし、非常にこう平和なグローバリズム的な世界になって、世界商品としてのものづくりっていうか作品作りをしてるって、こういう話になってるわけですよね。そういう時には確かに今おっしゃったように何かその矛盾ですよね乗り越えるというふうには頭の想像力がいかないのかなというふうに思ったんですけども、それどうなんですかねこれね。これねどんどん文芸の話しちゃっていいですか。それ聞きに来たんで。例えば村上春樹ってどうなのかって問題ありますよね。春樹ってだって70年代の終わりにデビューしていまだにですよね。ということは何も変わってないってことですよね。第一線あいつって言っちゃいましたけど第一線を村上春樹が走り続けてるというのは異常な事態だと思うんです。ということは逆に言うとそこから何も変わってないってことなんだけど、ただ春樹の例えばその「風の歌を聴け」なり1978年の「ピンボール」だっけなというのを読んでたりするとですね、こういう73年ですかね、すいません73年の「ピンボール」読んでるとですね、こういう感覚を昔持ったのを思い出すんですね。要するに時代確か73年のピンボールの方だったと思いますけど、ラジオから三島由紀夫が自決したっていうニュースが入っていると。でそれについてわざわざ書いてるわけです。ということは政治の季節があったということをこっちに一方ちらつかせながらラジオからそれが聞こえてきて、でも僕はどうでもいいんだみたいな形で書き始めるわけです。つまりその中にもう距離感が僕にはあるんだという実は一般の共有があったんだと。つまり冷めるということの一般的な共通理解があった。これもっと言えば例えば80年代に大きな物語が終わったなんていうそのリオトワール含めてのそのポストモダリズムの言説があったが、今から見ると非常に牧歌的ですよね。こういうことですよね。つまり大きな物語が終わったという大きな物語を共有できたわけです。みんな言うことかもしれないけどそれが本当に共有できなくなったというのが90年代だろうと。で一部でそのシニカルにあるいはその大きな物語が終わったというリアクショナルなあるいはカウンター的な、姿勢を取ることによってつながるということが一部残ってるかもしれませんが、しかし本気で文学やろうと思った時にそんななんかこうそれ自体オタクですからその島宇宙的な世界の中で考えていいのかと、我々はもっと過酷で危機的なグローバリズム状況の中でものを考えるといった時に時代なんてもうどうでもよくなりますよね。もっと言うと流行りなんてその中で本当に先ほど言ったように旗ではなくて足元、そこに向けて視線を置いた時に何て言うんでしょう、今ちょっと多分ここにも文芸の業界の方がいらっしゃるのであんまり大きなことは言えませんが本当に業界がどうでもよくなりますね。業界で考えても仕方がない本質を考えたい。だとしたら我々は似たような時代あるいは過去それによって自分を試したいという気になるということですよね。いやそういうことなんだろうと思うんですけれども、今私、さっき社会科学と人文学の話しましたけど今一方で例えば私大学にいますけど大学ではもう文学部ってすごい危機なんですよね。でそれは今の状況において実学志向ですから、で実学っていうことを言われると文学ってすごく辛くってですね、アメリカみたいにライティングスクールとかジャーナリズムスクールとかあるいは語学の専門とかってこういうのは実学ですけど、例えば英文学とか普通文学をやるっていうことに意味はどこにあるんだというふうに言われたらそれは答えようがないというか役に立たないと言われたらもう完全になんか言いようがないですよね。面白かったら漱石もね実は自分で言ってるんですよね。英文学やるって何なんだっていう自問自答してる。時代状況は戻ってるんですけれども、それはともかくこういう状況の中でその人文学って一体何のためにあるんだっけっていうようなことが改めて問い直されてる時代だろうと思うんです。で、私の定義ではですね、社会科学と人文学ってやっぱ違うんですよ。社会科学、経済学政治学は何かというと、それは社会で起きている現象に対して説明を与えること、そしてその説明の中から将来を予測する何かをつかみ出すってことですね。一番典型なのは科学ってのはそうですね。よく科学の二大柱っていうのは説明と予測。天体の運動についての方程式っていいますかね、法則性を発見すれば、それを食べれば何年後に天体どこにいるか予測できると、これは一番分かりやすい例ですよね。社会科学はそこまで精密なことできませんけど、しかし何かモデルを作ってその妥当性が検証されれば次に予測に使えると、こういう話になる。だけど人文学はそういう意味で役立つっていう意味では全くないんですよね。私の定義は人文学の何かって、それは古典を読むことですよ。徹底的に古典を読むこと。古典っていうのは別にその近代文学だけじゃなくて、論語とかね、それからキリスト教の聖書とか続いて延々と人類史の中に積み重なってきた、これは大事だろうというテキストをひたすら読み続けるという中で、現代の時代状況を照らし合わせながら読み続けて何かそこから探り出す。で、多分学問って最後それしか残んないんでしょうね。で、私自分で社会科学やっておきながら、その圧倒的に人文学の優位っていうのを信じているものの一人なんですけど、その理由は結局ですね、その最後はその古典というか人類が残そうとした言葉みたいなものが、なんか人間とか社会を作るんだろうなと。だって聖書ってのは2000年読まれてるわけですよね。で、その中で社会をどれだけ変えたかって話ですよね。よくも悪くも聖書を読む中で聖書的に人間が作られ、そして西洋文化が作られ、それぐらいそのテクストっていうのは、それを読むっていう行為は社会や文化を長い時間かけて変えていくものなんですよね。で、また人間の危機になるたびに、時代状況の中で迷うたびに、その現代的な状況について発言されたり、現代文学を読むだけじゃなくて古典を読む。まさに小林秀夫ってのはそうでしたよね。徹底的に古典に向き合うということで、あれはある見方をすれば反時代的な、つまり戦争やってるのになんで古典読んでなって言われるかもしれないけど、むしろ逆で、それこそが正当な危機の時代における知識人の在り方だったというふうにも言えると思うんです。で、今まさにそういう時代なのかもしれない。だから現代文学とか現代の社会科学が何か全然信用足らんっていうふうに文句言ってちゃダメで、本当に意味での古典の地みたいなものに向き合う。もっとも人文学も危ないところがあってね、あまり古典読みすぎて逆に古典の奴隷になるって言いますかね、マルクスが言ってること全部正しいみたいになっちゃう可能性もあるんで、それは危ないところもあるんだけども、でも結局最後それしかないんだろうなっていう。いや、本当そうで、これはですね、例えば小林秀夫自身が「元居宣長」というのを最後にタイトルとして書きますけども、あの時に彼が果たして元居宣長以上のことを言おうとしたかどうか、おそらく言えると思ってないし、言おうとなんてこれっぽっちも思ってないはずですよ。単純に元居宣長をうまくさばいてって言い方が違うな、その元居宣長に沿って従って、それを私の言葉で復唱したい、反復したい。そのことによって宣長の魂とリズムが自分の中に宿り、そしてそれがまた後世につながっていくだろうという、希望とも言えない希望、それを持って彼はおそらく元居宣長を書いてます。で、その中でも彼自身も書いてるし、実際これよく言われることですけど、当時の江戸期の学者って、要するに人文学ですよね。完全に科学ないわけですから、彼らがやった手法ってまさにそれなんですよね。論語というものがあって、その論語を読み切るわけです。で、誰も講師に勝とうなんて思ってないわけですよ。講師の向こう派ってオリジナリティを出そうなんて思った瞬間に終わりますから。だけども読むと、例えばそれは伊藤仁斎しか言えないものになるだろう。それは結果論かもしれないけど、そしてそれは荻生徂徠が出てくると、それは徂徠しか言えないものになるだろう。これ彼ら別にオリジナリティなんか全く狙ってませんよね。にもかかわらず読むっていうことに魂入れると、結果的にその時代の中でそれを読んでるわけですから、どうしようもなく時代は個別具体的なんですよ。ということは、これは新しいなんていうともうすでに価値づけちゃうから、僕はそれは新しいとは言いたくないが、過去の時代と違うという意味だったら新しくはなってるわけです。おそらくそのようにして人文学の新しさって出てくるわけです。つまり新しさを狙って新しさが出るなんていう新しさはありえないわけですね。で、小林もまさにそれを江戸期のその文献学の中で身につけていくというか、見ていくわけですよね。でね、面白いのが、時間大丈夫ですか？あと5分。じゃあ、簡単に言うと、これさっき社会科学と人文学の話が出たんで、軽くそういうに触れちゃうと、あのですね、これ実はその柴山さんが読んでアフターマナイトに読んでくれた感想として、実は小林陵って実存思想と似てないかっていう話を、実存思想と似てないかという話をされた時にしてくださったんでね。でその時にああそうかと思って、いやそれ絶対そうですと、ハイデガーと似てるんですよ。で最後にその話をするとですね、どういうことかというと、ハイデガーって解釈学的循環ということをまあ言ったところですよね。まあもちろんそれは後にガダマーという人間が非常にそれを定式化するわけですが、これはどういうことかというと、ハイデガーの存在の時間を読んでもらうと、そこにこの解釈学的循環って何に基づいているかというと、文献学だっていうわけです。文献学の連中がもうすでに気づいてたことだっていうわけです。でどういうことかというと、読んでて直感が来てるんだと、つまり読んで面白いと思ってるんですね。面白いと思うってことはこれ完全に先入観ですよ。そして面白いっていうのはなぜ面白いのかということを自己的に確かめるっていう形で書くわけです。ということは面白いことを面白いようにして面白さとして証明するわけですから、これ完全に最初から面白いこと前提なわけです。で人文学っていうのはどうしようもなくこの解釈で循環が不可避なんですね。つまりどんな結論が出るか分からずに書き始めるなんていう人文学はないんです。それが価値だから書くわけです。ということは最初に直感があり、最初から何かの受動性があるということです。であるがゆえにその受動性に従ってみせるという、従うという姿勢もそこから出てくると。であるがゆえにですね、社会科学的なある種の物差しと、やはり私に来てる直感を磨き形にするということが決定的に違うということですね。で柴山さんもそうだと思いますけど、むしろ経済学でさえですよ、なぜ経済学をやってるのかと問われれば、それは来ちゃってるからですよね。柴山さんが経済学をやってるというのは、おそらく柴山さんの経済学への、まあ、宿命的な関係があるわけですね。ですからそういう意味で言うとごめんなさい、ちょっと言い過ぎました。まあ規定があるんです。その後に社会科学があるということについて自覚を持つべきなんだろうと。まあ、ただし今は逆ですよね。むしろ解釈的循環はアカデミーと大学の中では完全に無視される。それは学問ではないとさえ言われる。そういう状況が来てるということです。結局そのなんか現代っていうのは何かいろんなものが進歩しているようで、なんか昔人類史で同じ常に正しいと言われたことが繰り返し確認されているというふうにも言えて、今のガダマーの話とか、まあ、小林の話もそうですが、何か新しいこと言ってるわけでは全然ないんですよね。生きるってことの根拠の話を演していて、でそれは何か確かなものっていうのがあって、その確かなもの何かってそれは簡単に言えないんだけれども、それが何なのかっていうことを永遠と言ってる。それを宿命と言ってる、生活と言ったり、あるいは自己と言ったり、自分ですねと言ったり、まあ、概念はまあその時々違うんだけれども、でそれは結局最初の言葉で言った宿命、その人がいろんな出来事に囲まれる中で、その出来事を解釈したり自分の中で消化していく中で気づいていく自分というものの底にある何かですよね。まあストーハーの時代はそれ運命って言ったそうですけども、ちなみに運命っていうのはフェイトっていうのは誰かがなんか支えたこと、つまりある出来事に直面した時にふっと運命の女神が何事かを支えた、その時何かに気づいたり、自分というものの存在がふっと何ていうのかな、何か違った形で、しかも確実に何かの形に見えてくるって、そういうものは運命ってことなんでしょうけども。そういうものをしっかりと持ちなさいということを、まあ、いろんな形でその言っている。それこそが実は生活というものの根本的なに大事な何かなんだよ。で近代社会っていうのはやっぱそういうものを見失わせる、情報社会とかねっていうのは何かそういうものを見放して、なんか情報の渦に巻き込まれて、あるいはなんかその猛烈にこう変化の激しい社会の中に巻き込まれて、そういうものを見失っていって、なんというか、なんか自分というものを失ってしまう状態になりますねって、あるいはこういうことずっと言ってるんですよね。そうなんです。やればやるほど何の新しさもないというのがそうなんですよ。だから人文学学ぶことの最大の意義っていうのは、やればやるほど人類史に新しいことはないっていうふうな確かな感覚に行き着くと同時に、そのことが自分の生活っていうものとなんていうのか、一種の自信といいますかね、なるっていうね。落ち着くんですよね。つまりそんなに新しいことなんかありゃしないんだから、だとしたら自分のリアリティにまあ差を差して、生きるしかないじゃないかと同時に。大した新しいことがないんだとしたら、それに対する距離が出てる。その距離ができるということは、それに巻き込まれないということではあると同時に、ユーモアが、まあ、要するにこちらの側にできる、まあ、余裕といってもいい。その余裕の中で人は落ち着きを取り戻すんだろうということって、まさにその古典的な人文学の、まあ、持ってる意義とか意味とかあんまり言いたくないですよね。そういうものですよね。なんか人類がずっと人文学を大事にしてきて、第一級の価値を置いてきたのはそういうことですよね。だからそれはそのいつの時代になっても変わらない。だからまあこれほど世界が危機的状況になったとしても、まあ、やっぱり人文学的な知というものがしっかりあれば本当は大丈夫なんでしょうね。だけど日本は今大学はグローバルスーパーグローバル大学とか言ってですねであれアメリカの悪い真似なんですけど、でもアメリカに誤解してますよ。戦後のアメリカって実は最強に強かったのは人文学ですからね。ヨーロッパから人文学のスーパーエリートをバンバン引き抜いて、歴史学なんかでもイギリスからバンバン引き抜いて、戦後の人文学で一番強かったのはある意味アメリカですからね。もちろんフランスも強かったですけどドイツも強かったけど、今でも歴史学とか文学のスーパースター級の学者ってみんなアメリカにいるんですよ。アメリカ知的ヘゲモニーは人文学のあること分かってるんですよね。それは覇権国ってそういうことです。で日本はですねその表面だけ真似てなんか、あんまり同業の悪口言いたくないけど、その役に立つと称するようなそのものにですね、しかもこれビジネスマンが悪いんですよねって、この中にいやなんか英語喋れないのは大学が悪いからだって話にしてですね、英語で授業せえとか、そのなんかもっと使える技術を教えろということで、それが世論の意見ですから、大学も大学というか文部省及び大学がそれに合わせる形で変わっていってしまってで、そのうち何やらその大学というものが持っている知的資本をどんどん目減りしていって、このままいけばあと 2、30年すれば日本大学は完全に死ぬと思いますけれども。とにかくそういう凄まじい状況にもあるんですね。でこれは大学が滅びればどうでもいいっちゃどうでもいいんだけど、ただなんか日本の本来最も大事にしてきた何かが今、大学の崩壊という形で症状的に現れるような形でなんかなくなってきてるのかなっていう、そこに抵抗する必要はあるんではないかと。